はい、どうも、桑田正です。今回ですね、住居確保給付金についてご紹介したいと思います。一応ですね、僕あの宅地建物取引士というね、住居関係の資格を取らせていただきまして、何かしら今ね、皆様のためになるような制度がないかと探していたところ、こちらを発見しましたので、ご紹介したいなと思います。今回コロナ禍を受けてですね、支給要件が若干緩くなりましたので、これによって救われる方々も多くなったのかなといった印象があります。で今回はですね、ざっくりとご紹介していきたいと思います。なので詳しくはですね、説明欄にリンクを貼ってありますので、そちらをご参照いただけたらと思います。とりあえずはどんな制度なのかということを、ざっくりご紹介していけたらなと思っております。それでいきましょう。はい、まずは給付金額ですね。これはあの地方によっていろいろ違うんですが、東京23区の場合ですと、単身世帯だと5万3700円までですね、2人世帯だと6万4000円まで、3名から5名の世帯だと6万9800円まで、6人世帯だと7万5000円までが支給されるということですね。はい、続きまして、はい、では続きまして、はい、目的ですね。目的の方はですね、まず自分の責任ではないのに仕事が減り経済的に困り住まいをなくしそうな人を助けるためのものということですね。はい、これはですね、今回のコロナでもそうですけども、自分の責任ではないですよね。なのに外的要因によってですね、経済的に困った人を助けようということですね。これ実際に住まいがなくなったとしてもいいですし、なくしそうな場合でも、助けてもらえる、そういったものになりますね。はい、続きまして支給要件です。支給要件3つあるんですけど、まず1つ目です、休職中であることですね。そしてハローワークの休職申し込みをしてですね、ハローワークで月2回以上ですね、面接とかしてこの支援を受けている、はい、これが条件だったんですけども、これが令和2年の4月29日までということで、4月30日からはこの要件が緩和されます。緩和されましたですね。はい、なのでこれはもう気にしなくていいわけです。わざわざですね、このコロナでね、密を避けなきゃいけないときに、わざわざね、ハローワークまで行って、密の状態を作るというのはね、本末転倒ですから、これはそういう意味で多分なくなったんだろうと思います。はい、非常に助かります。はい、そして、支給要件2ですね。これがなかなかハードルが高いかもしれないです。預貯金基準額が以下の数字以下ということですね。一人世帯だと50万4000円。これ、預貯金ですね。預貯金が50万4000円以下でないとダメなんですね。はい。50万4001円でもあれば、もうダメなんですね。はい。これが要件です。二人世帯だと78万。三人世帯以上だと100万円ということですね。何かしらやはりね、日本人の方は預貯金してると思うんですよね。なので、まあ、3人世帯だと100万円をもうすでに、預貯金に口座に入ってたらダメだということになってしまいます。ただこれ株式とかですね、資産、車持ってたりとかね、そういった場合はこうその計算はされないということなんですね。現金を持っているかどうかということなんですね。はい、ここがポイントですね。はい、そして支給要件3いきましょう。はい、続きまして支給要件3というのがありまして、こちらはちょっとね数字が多くて見にくいかと思うんですけど、なるべく簡単に紹介したいと思います。要件がですね、まあ、収入が減ってないといけないわけですけど、どれぐらい減ってたらいいかということなんですね。で、先ほど紹介した家賃上限額がまあ決まってますよね。これが左側ですね。5万3700円から7万5000円までが上限額ありまして、この家賃があったとして、でさらにですね、家賃以外で基準額というのがあって、一人世帯だと8万4000円までこの家賃以外の収入があったら、そこまでで収まっていれば、満額5万3700円を補助しましょうということなんですね。はい、例えば8万5000円ね、家賃以外にもしね稼いでたら、減ってしまうということですね。この上限額が減ってしまう、その計算方法は後でご紹介します。まずはこの表をご紹介しますね。はい、2人世帯だと6万4000円で基準額は13万円、3人世帯だと6万9800円でプラス基準額が17万2000円ですね。4人世帯は同じ6万9800円で基準額が21万4000円、
5人世帯だと69,800円、プラス基準額が255,000円、6人世帯だと75,000円、プラス基準額が297,000円となっています。割とですね、この基準額っていうか、この収入のね幅っていうか、カツカツでなくてもいいみたいですね。これを数字を見る限り割と余裕があるような、4人世帯だとまあざっくりですけども、28万円ぐらい稼いでても大丈夫だということですね。はい。そしてこの計算方法をね、具体的にやってみて、そして計算を具体的にやりたいと思います。はい。支給要件さんね、例えばですね、一人世帯の場合、収入省内家賃上限額プラス基準額ということで、53,700円が上限額ですね。基準額84,000円。例えば一人暮らしにしてまして、家賃8万円、定期5,000円、収入が10万円あったとする。その場合だとですね、まず上限額ね、53,700円から何を引くかというと、この収入ね、何もこう経費とか引いてない、全体のお金ですね、10万円から、実際 の、 あの基準額84,000円ね、ここまでなら、まあ、稼いでても支給しますよっていう金額ですね。今回は10万円ということで84,000円を超えてるんですね。なので10万円から84,000円を引きます。そうすることで16,000円ね、多すぎる。84,000円までだったら、まあ収入が減ったと認めてあげてたんですが、それよりも16,000円も増えちゃってるから、その16,000円分をですね、この上限額53,700円から引きますよということですね。なので53,700円から16,000円を引きまして、実際の支給額は37,700円になるということなんですね。はい。しかもこれはですね、実際には、その申請者に払われるわけじゃなくて、大家さんもしくは不動産会社の方に、その自治体が、振り込んでくれるということです。なのでこの37,700円は実際に受け取ることはないです、はい、直接大家さんの方に来ます、ね、じゃないと他のことに使われたら意味がないですからね、はい、であと注目すべき点はですね、この教育費は計算には関係ないんですよね。よく家賃プラス教育費で、まあ、一緒くたになって毎月ね、振り込んでますけど、この5,000円というのは考慮しないということがポイントですね。家賃、ね、毎月85,000円払ってるんだけど、家賃の部分80,000円だけを考えるということを、まあ、理解していただきたいなと思います、はい、そしてもう一つだけ計算しましょう。今日6人世帯の場合ですね、家賃上限額75,000円、はい、こちらの基準額は297,000円となっているんですけど、この場合の方も計算してみましょう。6人暮らしで家賃135,000円だとしますね。そして教育費5,000円で、収入が200,000円あったとした場合、この場合だと75,000円、これが上限ですよね。そこから、20万円ね、実際に稼いでるお金から、基準額297,000円を引きます。そうすると、97,000円マイナスですよね。でこの括弧内のマイナスがさらに括弧の外のマイナスと合わせて、これプラスになりますよね、理論上はね。そうなると75,000円と合わせて172,000円という補助額になるんですが、先ほどから言っている通り上限というのが決まってますから、172,000円のうち75,000円を支給しましょうということですね、はい、これもまた大家さんの方に直接振り込まれるということですね、はい、こういった計算方法、ね、になります。はい、そして支給期間ですけども、支給期間は基本3ヶ月ですね。ただその条件を、一定の条件を満たせば最長9ヶ月までトータルでいけるということなんですが、その基準についてはどこにも書いてなかったので、要問い合わせというふうになるかと思います。そして申請必要書類についてですが、こちらはですね、墨田区の場合ですと生活福祉課というのがありますので、こちらで電話予約をしてですね、その書類の説明を受けに行かなければいけないということでした。実際電話してみたところですね、今日言われたのがですね、非常にこの申請書類というのが煩雑になっていますので、一人一人に、来ていただいて、それを、ご説明してから申請していただくということになっていますということでした。で電話予約はなぜ必要かというと、まあ、混み合ってね、密な状態を作らないためということで、一人一人に30分区切りで予約をしてですね、丁寧に説明してくださるということでした。非常に対応も良かったので、信用できるかなというふうに思いました。
はい、といったことでですね、今回の住居確保給付金についてざっくりですがご紹介させていただきました。まあ、流れとしてはこんな感じで、まあ、自分が、もしかしたらその要件に当てはまっている、ね、受給資格があると思ったらですね、まあ、これは返さなくていいお金ですから、まあ、もらってて損はないのかなというふうに思いますし、割と、まあ、審査とかも緩い感じはしましたね。はい、なので、よければご活用いただけたらと思います。今後もね、他にも何か有益な制度が見つかったらですね、随時動画でアップしていこうと思っていますので、もし気になる方がいたら僕のチャンネル登録をしていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。